ピス。おしっこのことです。パッグー。これは抽出して SE にできるように。え間の音も変えてくの。それ、間の音だと思う。いや、なるでしょう。流れ星落ちたみたいな SE になるんだじゃあ次行きましょう。ピース。いいじゃん。どっちかが姿勢上げただけじゃん。え、だってほら、ピヨピヨが成り立つなら別に成り立つ。ああ、ピヨピヨ人の声じゃないもん。パーソナリティが狂っただけの声だもんだってこれ。ピース。まあまあ使ってみるわ。え、本当に？うん。回によってね、本当に。真面目な話してるときはもうこれ、G だから。誰かの不法とか言ってるときもう、そうだだけです。坂本龍一さんはね、お亡くなりになられましたけど、ピースそこに入らないだろ、他も。切るな、切るな。もう、怒りからでいい？はい。やっぱあれじゃない？なんか、ちょっと100回の話ね。え、ちょっと100回の話、どさち？ああ、いけるいける。でも、お便りあるよ。お便りが結局100回だけど、もう関係なしにじゃいいです。ああ、じゃあ、やっぱごめん、普通に怒り言うわ。怒り言うわ。どさちどさちでいいです、はい。そうか。うーん。うん。うん。怒りだよイエーイということで、3桁の怒りでした。はい。え、ここでピースってことそう。そう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 。あ、はい。だって、この後だって僕がサチって言うんですよ。ピースすぎ。あ、予告ね。あ、予告のピースね。はい。っていきまーす、はい。お願いします。サチ。あー、来ました。ということで。ラジオネーム。なんか今言いました？え？今、おしっこみたいなこと言いませんでした？してないです。まったく。え？まったく。全くしてないです、今。今、幽霊おしっこって言ってた。今、おりおりおの踊りしてたんだけど。え？それ言いながらおしっこって言いませんでした？してない。してないです。はい。はい、分かりました。あ、やばいよ、これ。後から自分で聞いて、言ってたらどうしよう。あ、聞こう。後で聞こう。はい。ラジオネーム、おりおりおりお。